いやー、ユニクロとかグローバルワークもいいんだけど、もうちょっと人と被んないブランドってないのかな。しかも価格もそんなに高すぎなくて、まあ気軽に買えるようなブランドがあったらいいのになと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと皆さん見ていただいてもわかる通り、いつもと違った環境から動画をお届けしたいなと思ってるんですけども、僕が今来てるのはですね、ちょっと後ろ見てください。はい、こちら。クラフトスタンダードブティックさんのですね、プレスルームにお邪魔をしています。はい。皆さんはですね、こちらのブランド知っていますでしょうか？僕の動画の中では、実はですね、昨年一度ご紹介しているので、中には名前聞いたことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まさに僕が今着ているこちらのシャツですね、結構動画の中で頻繁に着てますし、あとはプライベートで去年買ったですね、服の中でもかなりこれ着ていたので、まあ、僕にとってはもう馴染みの一枚なんですが、昨年たまたまこちらのブランド見つけて、私物として何点か購入させていただいて、すごく良かったんですよ。で、やっぱり先ほどお伝えした通り、ユニクロだとか、グローバルワークだとかだと、結構ですね、皆さん名前知ってるかなと思うんですが、それ以外の、こう、まだそこまで名前は知られてないんだけども、魅力的なブランドをですね、ちょっと発掘していきたいなということで、今回は PR とかでは一切なくて、僕がですね、無理を言ってプレスルームの方にお邪魔させていただきました。そして、今日はこちらの方からですね、これから初夏から夏にかけて使えるようなアイテムをですね、皆さんに5点ご紹介していきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。僕自身もちょっと楽しみなので、早速ですね、行ってみましょうか。はい。はい、ということで、ちょっとブースの方に移ってみましたが、なかなか新鮮ですよね。ちょっと見てください、こちらにね、クラフトスタンダードブティックって書いてありますが、マネキンの着てる状態を見ていただくとわかるんですが、すごくこう、カジュアルな感じと綺麗なところが、うまくミックスされてるようなところがあって、このさじ加減が僕はすごくいいなと思っていまして、もともとはちょっとフレンチライクな着こなしとかがベースにあるんですが、その中にいろんなテイストがミックスされていて、まあ、アメカジっぽさだとか、あとはアウトドアだとか、その中にこうトレンド感が漂うようなサイズ感とかがうまく落とし込んであって、僕のこのシャツなんかも、ここ定番で、クラフトスタンダードブティックさんがやっているものなんですけども、このベーシックで使いやすいようなバンドカラーシャツなんですけど、サイズ感にこうゆとりがあって、なんかこう昔ながらの感じというよりは、今の空気感が再現されているので、そのあたりがすごく気に入ってるポイントなんですけども、このシャツもすごくいいですよね。ちょっとこちらにかかっているので見てみましょうか。半袖シャツ、もうすっかり定番化してきたアイテムですが、サイズ感少しゆったりめで、ちょっとね、生地の感じはやや肉厚なんですね。このあたりが上品に見えるポイントで、ちょっとこう動かすととろみ感だとか、そういった部分もあるので、めちゃくちゃいいなと思いました。色はこれネイビーがあったりだとか、あとこちら着てるのがグレーですね。このグレーもなかなか品があって、いいですよね。ちょっとこうミディアムからチャコールぐらいの色合いで質感がすごくいいので、これなかなか素敵だなと思いました。で、素材的にこうセットアップで使えるようになっていて、これボトムスもいいですよね。ちょっとタックが入っていてワイド感があるんですが、なんか素材的に上品なので、このボンっぽく見えないので、これいいですよね。あ、パンツシルエット2つあるのか。こっちは割とこう、なんだろうな、テーパードかかってるような感じで、そこまでワイドすぎないようなシルエットで、あともう一つが、同素材なんですけども、タック入りのこうワイドパンツっていうところで、今っぽさがね、より表現されていて、このあたりいいですね。これはちょっと後ほど着てみたいと思います。あとはですね、こっちの T シャツとかも結構いろいろと、ありますね。ここ見ていただきたいんですけど、この服は 100% リサイクル繊維で作りましたということで、まあ、ちょっとサスティナブルな素材使いってところは、まあ、いろんなアパレルさんでも行っていますが、しっかりと力を入れてこういったところもされてるんだろうなというところで、まあ、めちゃくちゃいいですよね。デザイン的には、クラフトスタンダードブティックさんらしいですね、オーセンティックさがありつつも、サイズ感少しゆったりめで使い勝手が良くて、そこに 100% リサイクル繊維というところでサスティナビリティも感じるというところで、かなりこれもいいですね。ちょっと白の分量が多いボーダーで、なんかこれ1枚で着てもいいし、重ね着のベースとしても活躍するので、これもちょっと後ほど着てみたいと思います。はい。結構ね、春夏っぽいものが多くなってきてますね。シャツもあるし、ちょっとレイヤードのね、T シャツとニットベストみたいなものも、これもいいですよね。うん。
あとはですね、このあたりのシャツもいいですね。ちょっと夏といったらオープンカラーシャツで、このようなベージュ、ちょっとこうグレー混じりのベージュが大人っぽくて雰囲気いいですよね。このタイプはポケットが胸に一つあるのと、あとこっちのなんか大ぶりのポケットもなんかいいですよね。ちょっとこうアウトドアとかキャンプなんかでも使えそうな、そんなテイストのところが僕は好きですね。なんかベージュってなんか色味が物によってこうあんまりしっくりこないなっていうものもあったりするんですが、この曖昧なベージュの感じすごく色合いいいなと思いましたね。これはなんだろう、こっち色違いですけど、これチャコールグレー。はい、僕チャコールグレー大好きなんですよね。すごいいい色合いです。深めのチャコールグレーで大人っぽくバランスよくまとめるのもいいんじゃないのかなと思いますね。そしてこれ一応ショートパンツもあるんですね。これだったらなんか大人世代でも履けそうじゃないですか。上にこういったオープンカラーシャツ、まあ、襟付きのシャツを持ってくれば T シャツで合わせるよりも意外と短パンでも夏場使いやすいので、こういう合わせもいいんじゃないでしょうかね。これちょっと綺麗めの短パンでいいな。このアプローチはすごくありだと思いますね。はい。それから、そうそう、前からちょっと気になってたのが、まあ、この、ちょっとこう、リネンライクな素材感を、ポリエステルで表現したっていうですね、素材感。これいいですよね。リネンってやっぱり風合いとしては、シワもあって、その自然な感じがとっても良かったりはするんですけども、まあ、家庭でのこうケアのしやすさってどこで言うと、ちょっとこう、難を感じる方もいらっしゃると思うので、そのあたりがね、河川を使いながらっていうところで、かなりケアがしやすくて、この色合いもいいですね。これアイボリーですね。まあ、ベージュよりもうちょっと明るめのアイボリー。これなんか春夏ね、すごくカラーとしては綺麗かなと思うので、これもちょっと着てみたいと思います。なんかボトムスもね、ちょっとこういった360度のゴム入った、こういったリラックスタイプもすごくいいので、このあたりとかも合わせても良さそうじゃないですか。これにあとは先ほどのボーダーのね、カットソー合わせてれば、完成するので、なかなか使いやすそうですね。こっから先のゾーンはこれから先の発売になりそうなんですが、僕ちょっと結構気になる T シャツがあって、これなんですけど、良くないですか？シンプルな夏場の T シャツって、まあ、無地でいいんですけども、どうしてもなんか、T シャツだけだと退屈に感じてしまったりするんですが、ちょっとディティール凝っていまして、見えますかね？この、腰の部分にちょっとこう、異素材のポケットがついてるんですね。まあこういったアプローチ結構僕の中ではクラフトスタンダードブティックさん多いなと思っていて好きなんですよね。実際僕もキャンプをやるんですけども、クラフトスタンダードブティックさんのアイテムってちょこちょこ使ってるんですよ。こういったポケットがついてたりするので、サクッと物を収納したりだとか、まあそういったこともできますし、ディティール的にこういったものがあることで退屈に見えないっていうところですね。ちゃんとこう主役として機能してくれるので、このあたり、まあブラックもいいっすよね。ブラックでこういったね、異素材使いっていうのはすごいかっこいいなと思うので、これは主役になる T シャツかなと思うので、ちょっと後ほど着てみたいと思います。これで短パン合わせても全然いいんじゃないかな。欲しくなりましたね。夏時期はすごくいいと思いますね。はい。あとちょっと向こう側も行ってみましょうか。で、こっち側もね、いろいろありますね。おー。ちょっとこのあたり見ていただきたいんですが、ユニバーサルオーバーオールとコラボレーションしたようなベストなんかもやってるんですね。面白いなぁ。かっこいい。なんか T シャツとこうレイヤードしてあげてっていうのもいいかなと思うんですね。T シャツ単体だとちょっとつまらないなぁ。少しなんか、アクセント作りたいなって時にはちょっと重ね着をしていただいてもいいかなと思うんですけど、こういったね、なんかちょっとコラボレーションまでやっていて、なかなか面白い品揃えになってるかなと思います。はい、今日はですね、こんな感じで、まあ、いくつか気になるものがあったので、この後、ちょっと場所を変えて、実際に着ながら、さらにですね、皆さんに着こなしをお見せしてみたいなと思っています。はい、ということで、ちょっと実際に着てみましたが、いかがでしょうか？まずは具体的にですね、商品の解説に入る前に、僕のスペックからお伝えしていきますが、身長164センチの53キロで小柄な体型なんですけども、プレスルームの方にあるもののサイズが、基本的には L サイズになっていくんですが、少しゆとりがあるんですけども、実際に着てみると、これぐらいでも全く問題がないかなと思うぐらいですね、すごく自分にはフィットしていますね。まずはシャツから着てみたんですが、これ、めちゃくちゃいいですね。なんか生地がこう薄すぎないので、ちょっとこう、シャツとアウターの間ぐらいの感覚で着れるかなと思ってまして、すごくね、これは高見えするような素材感かなと思います。
動いた時のですね、ドレープ感だとか、ややこう、微光沢の感じとかも上品に見えるので、長袖シャツよりはカジュアルな半袖ですけども、素材のおかげで綺麗に見えるというところが最大の特徴かなと思いますね。色味はこちらネイビーなので、これはですね、かなり使いやすくて、黒いパンツに合わせてもいいし、あとは春夏らしいですね、白パンとかで合わせてもすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。これはいいですね。夏場でもガンガン使えると思います。で、ボトムスはですね、まあ、こういったグレー系のセットアップのパンツをね、色違いでちょっと合わせてもらってもいいと思いますし、手持ちのもので結構ネイビーは合わせがしやすいかなと思うので、まあ、ぜひトライしていただきたいですね。これはいいですね。で、色違いもありまして、こちら、グレーもかなりいいですよね。このね、グレーってなんか品があって、こう、やぼったくならないような大人っぽいグレーなので、ちょっと続いてこちらを着てみたいと思います。はい、続いてグレーの方を着てみましたが、いかがでしょうか。このグレーはすごく品があっていいですよね。濃すぎず明るすぎないようなこの大人っぽいグレーが個人的にはすごいかっこいいなと思いました。これブラックのパンツはもちろん合いますし、ちょっとオリーブ系のパンツに合わせてもいいし、あと前開けてもね、すごく雰囲気良くて、こんな感じでタックインしながら、ボーダーの T シャツね。これ先ほど皆さんにご紹介した、まあ、リサイクル素材を使ったボーダーのシリーズなんですけども、こちらの白ベースのもの先ほどご紹介しましたが、ブラックとホワイトのね、この大人っぽいボーダーもなかなか素敵だなと思います。まあ、こんな感じでちょっと大人っぽいボーダーと、合わせるようにグレー系の半袖シャツをですね、コーディネートするとすごく使い勝手がいいかなと思います。まあ、こっちを入れてあげてもバランスがいいかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただくといいと思いますね。無地の T シャツもいいけども、ちょっとこう、ね、今年はボーダーっぽいものが割と増えてきてるので、このあたり入れるのもいいんじゃないでしょうか。いいですね、この素材。やっぱり、クラフトスタンドブティックさんは素材使いがすごく良くて、これって5500円税込みっていうのは結構驚きがあります、個人的には。素材感が良くて、なんかこれぐらいの価格帯だと、結構チープに見えてしまうってこともあったりするんですが、これ本当に高見えするような素材感なので、ちょっと5500円っていうのは、僕にとってはかなりコストパフォーマンス高いなという感じなので、ぜひ皆さんこれ試着しながらですね、見ていただければなと思っています。はい。そしてもう一個ですね、半袖シャツが結構ね、大量にいいものを見つかってしまって、ちょっと明るい色ですね。先ほどネイビーとグレーというところで、まあメンズにとってはこうベーシックなカラーだったんですけども、こちら、ちょっとベージュの綺麗な色ですね。このあたりも着てみたいなと思います。はい、続いてこちらのベージュのオープンカラーシャツですね。これまた素材感がすごくいいですよね。まあ先ほどちょっと触れましたが、リネン調の素材感なんですけども、細かなシワとかもできないですし、ちゃんとね、こう取り扱いがしやすいようなところにちゃんとこだわって作られているので、まあ、僕ら世代なんかがね、サクッと着るときにも最高にいいですよね。で、色味は先ほどまではネイビーグレーとちょっと濃いめでしたが、まあ、上半身明るいとよりこう季節感が出るので、このあたりのアイテムもめちゃくちゃ使いやすいんじゃないですか。これで L サイズですけど、全然大きい感じしないですね。まあ、お好みで、僕は普段ですね、M サイズ着ることが多かったりするので、まあ、通常サイズを選んでもらってもいいと思いますし、あえてワンサイズ上げてもらっても、これまたちょっとこうトレンド感が漂うので、バランスがいいんじゃないのかなと思います。で、内側にはもう一種類のですね、このボーダーを入れましたが、こんな感じで入れてもらってもいいかなと思います。ちょっと軽くですね、透けて見えるところが、なんか涼しげで帰っていいかなと思うので、この感じは、かなり使いやすいんじゃないでしょうか。まあ、夏場大人だと割とこう T シャツ1枚の方も多いかなと思うんですが、シャツ1枚着ると、まあ、体型もうまくカバーできますし、大人っぽさも漂うので、まあ、ぜひですね、チャンネル見ていただいている方には、シャツ半袖1枚持っておくとかなり大人見えして使いやすいかなと思うので、このベージュもいいし、どうですかね皆さん。ぜひコメント欄で教えてください。どれが気に入ったのか。個人的にはですね、まあ両方ですね、どっちか一色と明るい色持っておくと着回しも効くのですごくいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、続いてはですね、ちょっと T シャツ、ボーダー着たので、このね、さっきからずっと気になっているアウトドアシーンでも活躍しそうなですね、ちょっとポケットがついた T シャツ、こちらの方を着てみたいと思います。続いてラストですね。 T シャツ、これめっちゃいいですね。これは着た瞬間に多分買うだろうなっていうのを確定したような
アイテムかなと思います。なんか、普通のベーシックなTシャツはもう僕もいっぱい買ってきたので、持ってると、そこからちょっと違ったテイストというか、一枚で着て主役になるようなものがなんかないかなっていつも探すんですけども、これはかなり似たようなアプローチもないと思うし、おそらくユニクロさんとかグローバルワークさんとかでもやってないようなテイストかなと思います。まあ、シンプルな T シャツベースにこういったポケットをつけていて、アウトドア感を出してるってとこですね。どこかこうミリタリーっぽさも感じたりだとか、クラフトスタンダードブティックさんがあのコンセプトとしているフレンチを軸足としてるんですけども、そこにいろんなテイストをですね、ミックスしたようなところを、まあ、存分に感じるようなアイテムになっていて、これはなかなか仕上がりがいいんじゃないでしょうかね。なんかこういった金具使いも凝っていて、ブランドネームが書いてあるんですよね。こういったところまで丁寧に作り込んでいて、これも価格が4,990円ということで、かなりですね、もう本当に1枚主役になる T シャツとしては買いやすいんじゃないのかなと思います。色はこれオリーブですかね。はい、オリーブ。はい、オリーブの色合いもすごく良くて、まあなんかちょっとこのアウトドアで使うには最高の色合いなのと、あとはシャープに着るんだったらこちらのブラックもかっこいいですよね。ブラックの T シャツだと、やっぱりこう地味に見えてしまうって方もいらっしゃると思うんですけど、ここ、下の部分がこういったポケットついてるだけで、かなりですね、主役級のアイテムに変わるかなと思うので、これは使い勝手良さそうですね。あえてオールブラックで組んでもらっても退屈に見えないと思いますし、ホワイト系のパンツ、ベージュ系のパンツとかでも相性いいかなと思うので、これも要チェックのアイテムかなと思います。パンツで言うと、ね、このあたりと合わせてブラックでね、ちょっとイージーパンツっぽいものとストイックに合わせるのもいいと思います。僕もちょっとね、ウエストサイズがやや大きいので今回履かないですが、こういったパンツとね、ワイド感のあるパンツと合わせてあげるとすごくいいと思うし、かなり皆さんの着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではクラフトスタンダードブティックさんのプレスルームにお邪魔させていただきまして、まあ、これからのシーズンに使えるような初夏から夏にかけてのアイテムを皆さんにですねご紹介させていただきました。僕もかなり新鮮な気分でしたね。お店で商品見ているのももちろんいいんですが、まあ僕自身もですね、一消費者として皆さんにこのアイテムを一挙にいろいろご紹介したいなという思いがすごく強かったので、今回プレスルームの方にお邪魔させていただいて、まあこのようにですね、魅力的な商品に、触れて皆さんにご紹介ができてとても嬉しく思っています。まあ本当に世の中にはいろんなブランドがあって、皆さん知らないブランドとか優秀なブランドまだまだたくさんあるので、まあ実際に足を運んで皆さんにどんどんお伝えをしていきたいなと思っています。ぜひクラフトスタンダードブティックさんの、お店ですとか、あとはオンラインでも、販売してますので、そちらの方もチェックをしながらですね、皆さんの着こなしの幅が広がってくれたら個人的にも嬉しいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。